前回、プレゼント企画をやりますと、まあ、こういうふうにね、私も申しましてね、ライブ配信の最中にですね、思わずね、口走ってしまいましてね、プレゼント企画をやらざるを得ないとですね、審査員特別賞というのを設けさせていただきました。これはですね、まあ、本来のお答えとはちょっとニュアンスが違うんですが、まあ、審査員の心をまあ、私ですけども、審査員はね、ぐっと心をつかんだと。いうものです。二つ該当者ありまして、まずお一方、青山里奈さんです。おめでとうございます。お答えの方はですね、おせんべい欲しいですということですね。小池百合子さんが何て答えたかどうでもいいと、とりあえずせんべいが欲しいと、非常に斬新でですね、私もこの答えを見たですね、感動した、ストレートということです。せーの、皆さんこんにちは。じゃあ深夜チャンネルさんのプレゼント企画で審査員特別賞をいただいたので、おせんべいが届きました。はい、受け切ります。でっか、すごいね。うん、あ、俺が切る。では、あ、どっちが開けるか勝負だ。終わり、ヤオも終わり。あ、切るよ。いたた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 た。綺麗に開けられるのか、俺。すごい、ちょっと、すごい、こんなにた。嬉しい顔してシールじゃない。すごい、漢字だらけ。漢字ありすぎだろ。はい、じゃあヤオくん、わけがわかんない、漢字がありすぎる。まあ、誰が最初に開けるか勝負だからね。いかった、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 いかった。ゆうちゃんも、ゆうちゃんも開けた。醤油、なにこれ、ビスケット、まさかどせんべい、穴が開いてるビスケットみたいに小さい穴が。あ、本当だ、ちっちゃい穴開いてる。おせんべいって膨らんで熱くなっちゃうから、穴開けてさ、膨らまないように空気逃がしてるじゃん。で、薄く薄焼きにしてるじゃん。おいしい、硬くておいしい。うん、切れるかな。うちのばあちゃん食べれない。濃いんだ。他の動画がありましょう。バイバイ、せんやさん、ありがとう。おせんべい美味しい。